はい、今日は2021年4月の8日です。今日の動画のテーマはですね、人権侵害に対する措置、対応、対策ということでやっていきたいと思います。児童虐待っていうのは、言い換えれば子どもの人権侵害ということになるわけですが、そういったね、人権侵害する人っていうのは、侵害している意識がないっていうケースが、ほとんどですよね。虐待しようと思って虐待してる人っていないと思うんですよ、ね、人権侵害してやろうと思って侵害してる人いないと思うんです。多分もう無意識の中で、人権を侵害してしまっているっていうのがね、ほとんどのパターンだと思うんですが、それに対してやっぱりね、ペナルティっていうのも必要だし、何かしらの措置っていうのが、あるはずですよね。あるわけですよね。で、それをちょっと紹介していきたいわけですね。で、今回紹介するのはですね、この法務省の人権擁護局っていうところがありましてですね、そこが、いろいろなね、措置を講じてくれるということで、僕電話してちょっとね、聞いてみたんですよ。それをちょっと解説していきたいんですが、まずは相談をしてもらうと、地域ごとにね、法務局っていうのが地方ごとにあるので、そこで電話でもいいので、まず相談をしてもらいますと、申告をしてもらいますと、子供が直接言うことは難しいと思うので、連れ去り親子断絶だったら断絶されている方の親がね、相談通告したらいいと思います。そこで調査が入って、事実かどうかっていうのを判断します。もちろんね、もう圧倒的なね、あからさまな人権侵害なんで、連れ去り親子断絶っていうのは、ここはもう間違いなく人権侵害がありますという判断がされると思います。そうするとですね、救済のための措置ということで、必要に応じて7種類の救済措置のうち適切な措置を講じますと書いてありますね。で、その措置の種類というのはここに書かれている援助、調整、切示勧告、要請、通告、告発、啓発ということですが、上から説明していくと、援助、関係機関への紹介、法律上の助言等を行いますということですね。これは何だろう、相手に対してなのかな、相談者に対してかな。次、調整、当事者間の関係調整を行いますということで、連れ去り親子断絶の場合で言えば、夫婦間ですよね。夫婦間で、調整、話し合いをするような調整をするっていうことになるのかな、この場合はね。で、3つ目が切示勧告、説明に示す勧告、人権侵害を行った者に対して改善を求めますということで、これは法務局の人がやってくれるということですね。連れ去り親子を断絶している人に対して、それはあかんよ、それはダメですよ、人権侵害ですよ、やめてくださいよっていうことを言うということですね。4つ目、要請、実効的対応ができるものに対して必要な措置を取るよう求めます。これもちょっと難しいんですけども、実効的対応ができるものに対し必要な措置を、要はあれですね、これは自走に要請を求めるっていうことになると思います。実効的対応なんで、自走に言って、言っても勧告してもらうか、もしくは保護をしてもらうかっていうことなんだと思いますね。通告、関係行政機関に状況を提供し、措置の発動を求めます。これも多分同じことだと思います。告発、刑事訴訟法の規定により告発を行います。刑事訴訟法の規定、これもちょっとね、わからないというか難しいですよね。刑法。刑法としてね、刑事事件として告発をするっていう
ことなんだと思いますね、これはね。あとは啓発、事件の関係者や地域に対し人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行いますということです。まあ現実的なのはやっぱり切実勧告、これはねかなり効くんじゃないかなと思いますね。普通のなんか一般人とかがね、連れ去り親子断絶してる人に言ったところで別に聞かないかったとしても、この国の機関がね、法務局という、まあ法務省法務局という国の機関がそれは人権侵害ですよ、やめてくださいねって、言われればね、多少は聞くケースもあるのかなと思います、ね。まあ、全く無視してしまう人の方が多いのかもしれないんですけども、まあそれによって解決できるケースはゼロではないのかなと思いますね。まあ、だから自走であれば、まあ、自走のその職員にね言ってもらうっていうことは言えるのかなと思います、ね。ただ一つ言ってたのはやっぱり法的拘束力がないっていうのは言ってましたね。これをだから言って守んなかったとしても何のお咎めもない、罰則もないということで、まあ、そこはご理解くださいってことは言われましたけど、やっぱそこなんですよね。そこになってきますよね。だからやっぱり僕が言ってる人権強化の話ですよね。子どもの人権保護強化制度、罰則付きの制度をつけましょう、ね、子どもの人権侵害制裁制度、やっぱり罰則がないと意味がないというかね、言われて治るんだったら本当にもう道徳でね全部解決できちゃうわけで、なかなかそういうことをやる人っていうのは自覚がないわけだからね、言われてもなかなか治らないケースも多いのかなと思いますけども、まあ、それを言われることによってね、まあまあ人権侵害をやめる人も中にはいるんじゃないかなと思います。でやっぱり全ての人に効果的に人権侵害をやめさせるためにはやはり罰則をつけるということで、ね、ぜひあの相談されてみてくださいね。この法務省人権擁護局の方に相談してみてください、子どもの人権が侵害されていますと、なんとか言ってやってくださいということをね、相談してみるといいと思います。で、それでもやっぱり効き目がないようならやっぱり罰則付きのね、こういった子どもの人権侵害制裁制度っていうのをもう作ってくださいっていうのを言ったらいいと思いますね。切実勧告、これをねだからもっとみんなが言えるといいですよね、はい。ということで、今回の動画は法務省人権擁護局で、人権侵害者に対しての措置ができるというお話でした。以上です。